中村剛しなり、中村剛しなり、中村武也、1983年8月15日帯は、大阪府大東市出身のプロ野球選手、内野手、右投げ右打ち、埼玉西武ライオンズ所属。妻は、元タレントの村上真理恵。愛称は主に、おかわりくんなど。日本プロ野球歴代3位の6度の本類打王、獲得経験者。 高校時代は大阪東院高等学校の4番打者として活躍していた。進学した理由は自宅から高校まで徒歩5分という立地条件であったという。3年夏は大阪府予選6本塁打を記録した。高校通算83本塁打。11月19日に行われたプロ野球ドラフト会議で西武ライオンズから2巡目指名を受け入団。 背番号は60に決まった。ワニ軍で打率215、7本塁打、28打点をマークした。ワニ軍で22本塁打を記録し、イースタンリーグ本塁打王を獲得した打率249、58打点。9月28日の日本ハムファイターズ戦で4番打者として1軍初出場、初打席で、 初安打となる二塁打を放ち、出塁していたランナーが得点したことから初打点も、記録。は、ホセ・フェルナンデスに代わり三塁手のレギュラーとなった。セパ交流戦では12球団最多の12本塁打を、放ち優秀選手賞、日本生命賞を受賞。80試合に出場し、自己最多の22本塁打を打った。長打率は6割を超えた。 ホセ・フェルナンデスが東北楽天ゴールデン・イーグルスへ移籍し、三塁手のレギュラーを石井義人、平尾博次郎と争い、特に左投手が先発するときは三塁手のスタメンは、平尾になるのが恒例となった。自己最多の100試合に出場したが、本塁打は半減し9本に終わった。またチャンスに打てなかった。得点圏打率。205。は、8番。 三塁手で2年連続の開幕スタメンに選出。打撃不振で5月に2軍落ちしたが、6月に復帰。三塁手のレギュラーで起用され続けたが打撃は上向かず、レギュラー定着以降最低の成績に終わった。アレックス・カブレラの守備難から一塁手でも10試合にスタメン起用された。5月11日のオリックス・バファローズ戦で金子千尋から 顔面右側に死球を受け頬骨を骨折するも、スタメン出場を続け、15日の福岡ソフトバンクホークス戦では、本塁打を放った。この年は、守備面では主に補給における不安定さが目立ち、リーグ最多の22失策を記録。打撃では、打率は、昨年より、わずかに上回ったものリーグワースト3位、得点圏打率も、231と、 勝負弱さも課題となった。三振は162個とリーグ最多で、シーズン記録としては歴代7位、日本人右打者では最多。しかしこの年から打撃コーチに就任した大久保から、ミートポイントを前にするようアドバイスされ、三振の多さと引き換えに、本塁打を量産。西部の日本人選手の本塁打、記録43本、秋山浩治、田淵光一。 25歳の本類が、記録44本、大杉勝かを、岩村秋のを塗り替える46本類が、自身初としては、規定打席、本類打、王、100打点、101打点、リーグ3位、さよなら本類打、オールスターゲーム出場、3類種、ファン投票1位。西部の日本人選手で年間40本以上の、 本類打を放ったのはの秋山浩二以来21年ぶり。同球団での達成経験者としては、田淵、秋山に次いで3人目。また、日本プロ野球において、初の規定打席到達で年間40本以上の本類打を記録したのはの秋山浩二、野田村一氏に次ぎ日本人選手では3人目となった。日本シリーズでは、3安打3本類打7打点。 アジアシリーズの予選の天津ライオンズ戦では東京ドームの3階席まで飛ばす特大の本塁打を放っている。私生活では7月8日に元タレントの村上マリエと結婚した。5月13日のオリックス戦で通算105本塁打を達成。9月20日のソフトバンク戦で40号を放ち、西部の日本人選手では 秋山浩二以来となる2年連続40本塁打を達成した。シーズン長打86本、本塁打48本、三塁打1本、二塁打37本は2002年の松井和夫の88本に、ついで歴代2位。この年は怪我での離脱もあったが開幕から打ち続け、48本塁打、122打点を記録し2年連続本塁打王となり、ダリズも。 285と前年に比べて大きく上がった。打点王は自身初。2年連続の本塁打王は、西部の日本人打者としては、タイの中西太史以来53年ぶりで、打点は、球団最多記録を更新した。一方で154三振、15失策で2年連続最多三振、最多失策だった。また、アップスは両リーグ唯一の1.0超えを記録した。 26歳でのシーズン48本塁打は、大貞春と並ぶ最多記録である。は、春季キャンプ中の2月25日、打撃練習を待っていた中村の顔面に D ブラウンの振ったバットが直撃。大量の鼻血が出たが、幸い鼻の打撲で済み、翌日から通常の練習メニューをこなした。公式戦を間近に控えたオープン戦で、 自打球が顔面に当たり頬骨を骨折。3月20日の開幕戦には何とか間に合った。しかしその影響か開幕から10試合は本塁打が出ず、打率も1割ほどで打点もわずか1と極度の不振であった。ようやく放ったシーズン第1号は4月7日のオリックスバファローズ戦であった。6月10日に5月中から続いていた右肘の痛みが激しくなり登録抹消。 6月中に右ひの有利軟骨除去手術を受け、その治療のためファン投票、選手間投票第1位で選出されたオールスターゲームも出場辞退した。8月27日に一軍に復帰、9月に調子を上げ85試合の出場で25本の本塁打を打ったが打率は234と最後まで低いままで規定打席未到達にもかかわらず111三振を 必死、得点圏打率も、170と低くかった。6月4日の東京ヤクルトスワローズ戦で伊藤勤を抜いて、9団新となる、通算9本目の満塁本塁打を記録したほか、5月25日の広島東洋ガープ戦と6月4日のヤクルト戦、9月3日の楽天戦と、史上初の3号連続の満塁本塁打を記録。また、 入団9年目での満塁本塁が10本目到達は2001年の中村のり大阪近鉄バファローズ、2010年のアレックス・ラミレス、読売ジャイアンツの10年目を抜く最速記録になった。7月23日に QVC マリンフィールドで開催されたオールスター第2戦では2本の本塁打を放ち、MVP に選ばれた。2009年と並ぶ、 自己記録体の48本塁打を放ち、本塁打王と打点王の2冠を達成。本塁打数は、千葉ロッテマリーンズのチーム本塁打数の46本を2本、上回っており、個人の本塁打数が、チームの本塁打数を上回るのは、2、西鉄の中西太三31本と毎日の山内、和弘、28本が、近鉄の27本を上回って、 以来の57年ぶり3度目の記録となった。また、25本の本塁打を放ち本塁打数2位となったソフトバンクの松田信弘とは3本差をつけたが、これは2位の打者との本塁打数の差としてはに、大貞春が記録した22本差を上回る新記録となった。パシフィックリーグ全体の本塁打数は454本であり、中村一人で10.57%の本塁打を、 打ったこととなる。これは1953年の中西太志の9.33%を上回っており、10%以上となったのは2、リーグ分裂後初のことである。10月21日に放送されたテレビアニメ、クレヨンしんちゃんでは本人役で出演し、作中では野原信之介に棒読みだよーんと突っ込まれた。12月15日の契約公開では、 総額10億円の3年契約を結んだ。西部で複数年契約を結ぶケースは数少なく、球団本部長の鈴木春彦は個人名は控えますが、複数年は過去もいた。中村選手にも特別に残ってほしい意思の現れです。これだけホームランと打点を稼ぐ打者は日本で他にいないと語った。 は開幕当初から不振に陥り、レギュラー定着以降は、最長となる129打席連続本塁打なしのスランプも味わったが、交流戦以降は調子を取り戻し、交流戦での通算本塁打12本の新記録も樹立した。しかしその後、6月14日の阪神戦の守備で、左肩肩甲下筋を損傷、出場選手登録を抹消された。 再び出場選手登録された後には左膝にも、怪我を負い、スターティングメンバーから外れることも多かった。最終的には27本で2年連続4度目の、最多本塁打のタイトルを獲得した。5年間で4度以上の本塁打王に輝いたのは、中西太志、野村克也、大貞春以来4人目であるが、27本での、本塁打王は1995年の国母勇気、28本。 当時は130試合制を下回る低水準であった。10月25日には、左膝の前十字靭帯と半月板の修復手術を受けた。は、前年に受けた手術の影響で前半戦を棒に振り、オールスターのファン投票の対象から除外された。左肩の違和感で一軍復帰が遅れ、26試合の出場で4本塁打に終わった。 12月9日の契約公開で4年総額20億円の複数年契約を結んだ。6月13日の対広島東洋ガープ戦で史上9位のスピード記録となる通算250本塁打を達成。また、7月21日対楽天戦、西武ドームで NPB 史上54人目の通算戦、三振に到達。1 0 4試合での到達は、 ラルフ・ブライアントの647試合に次ぐ、史上2位のスピード記録で、広沢勝美の1102試合を抜いて、日本人最速での到達となった。この年、34本塁打を記録し、同僚のエルネスト・メヒアと共に、最多本塁打を獲得。なお同一シーズンに同一球団から、複数の本塁打を獲得者が出たのはに、リーグ制以降では初、 7月24日の日本ハム戦では、通算305本塁打と通算1000本安打を同時に達成。同月、月間 MVP を獲得した。これは自身初である。8月9日のオリックス戦でシーズン4本目の満塁本塁打を記録した。これで、通算満塁本塁打数が16本となり、王貞治が持っていた。 通算満塁本塁打15本を超えて、日本新記録達成となった。9月は、不調の時期が続いたが、30日のオリックス戦、京セラドームでは6試合ぶりの複数安打をマークし、復調の気配を見せた。シーズン成績としては37本塁打、124打点で、本塁打王、打点王を獲得。通算6度の本塁打王は、大貞春。 野村克也に続く歴代単独3位の記録である。オフの10月9日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表最終ロースター28に選出された。は6月15日の広島東洋カープ戦での強殺プレーで左股関節痛を痛めて6月16日にに軍落ちする。最終的に108試合に出場したが21本塁打に終わる。 また、規定打席への到達はならなかった。7月19日のソフトバンク戦で通算350本塁打を記録。115試合に出場したが4番を外されるなど、シーズン通して不調で2年ぶりに規定打席に到達したが打率217、27本塁が79打点に終わった。それまで、 規定打席に到達した年はすべて本塁打王のタイトルを獲得していたが、それも初めて逃すことになった。開幕を一軍で迎えるが、打撃不振に陥る。4月21日のロッテ戦で左肩を負傷し、4月22日に一軍登録を抹消された。6月1日に一軍に復帰し、6月9日の巨人戦でシーズン初本塁打を記録した。 8月7日のオリックス戦で2ラン本塁打を放ち、球団初の通算戦打点を達成。8月25日のソフトバンク戦で通算1500試合出場を達成した。8月は12本塁打、26打点、長打率、647を記録し、3年ぶりに2度目の月間 MVP を受賞した。11月15日、 海外へ不権を行使した上で西部に残留することを表明。同日 NPB から公示される。究極とも評されるホームランバッターで本塁打の打球が美しい放物線を描くことからホームランアーチストとも称される。7割の力でもスタンドへ運ぶことができると自負する長打力を持ち味としている。外野へのフライの30%近くを本塁打にする。 元西部のコーチの高山秀和は中村について、今まで、清原、和弘とか、秋山、浩二さんとか、石井、浩朗さんとか、いろんなホームランバッターを見てきたけど、ホームランを打つことに関しては、あいつがダントツ。ボールの飛び方が全然違う。ちょっと次元が違うね。ああいうのが、ほんまのホームランバッターって言うんやと思うと評している。2016年シーズンまで、 規定打席に達した年はすべて本塁打王を獲得していた。基準違反統一級が導入されていた2011年から2012年の間においてもリーグ最高の通算アップス891と両リーグ最多の通算75本塁打を記録し、ボールを引きつけて柔らかいスイングからインパクト瞬間に右手を押し込む打撃で本塁打を放つ。 右手で押し込む感覚は2011年6月29日のオリックス戦で中山深夜から打った本塁打がきっかけで身についたと述べており感覚的なことなのでなかなか説明するのは難しいがボールがバットに長くくっついている感じだという2011年シーズン当初は統一級で本塁打を打つにはミートポイントを前にする子が大切であると言われていたが中村は バットを長く押し込むことと、打者の手元寄りのミートポイントを上げており、ポイントを前にした方が当たれば飛ぶとは思います。実際に、僕が2008、2009年に本塁打のタイトルを取った時もポイントはかなりピッチャー寄りでした。ただ、ポイントを前に置くことによって、変化球への対応が難しいというデメリットもある。だからその時と比べたら、だいぶ手元寄りになりましたよ。 今のポイントは左足を踏み込んだ時の前あたりです。ホームランを打っている時は、大体このポイントで打てているはずと話している。50メートル走は6.3秒、そして右打者ながら一流到達は4.18秒を記録するなど、ずんぐりとした体型の割には、脚力も備えている。かつて、コーチを務めた、とまの聖事は、打撃センスはともかく、走塁のセンスには、 非常にズバ抜けているものがある。走塁に興味を持てば、球界でも上位クラスにも行けるのではとしている。また、チームメイトだった平尾博次からは、動けるレブ。体重1 0 0ラム以上の人の運動会があったら、間違いなく1位と評されている。三塁守備では、グラブさばきの柔らかさと、打球反応の良さを兼ね備え、また、 遠投110メートルという生来の肩の強さを誇る。ものの、三類種としてはスローイングが少し弱い傾向にある。補給が不安定な上に、送球のコントロールに難があり、失策が多く、本類打王となった2008年2009年2011年は、同時にリーグ最多失策も記録している。また、守備での負担を軽減して打撃に洗練させるためか一類種としても起用されることがある。 筋肉痛が嫌いという理由により、筋力トレーニングは滅多に行わず、野球に必要な筋力は練習で培っている。愛称の、おかわりくんは、先輩に、好きな言葉はと聞かれ、おかわりと答え、また、キャンプの声出しでも、好きな言葉は、おかわりですとアピールしたことから、一部テレビ中継では、ザウの名として、おかわりと紹介された。スポーツニュースでも、 おかわりという表現が使われており、例えば中村が連続ホームランを打った時には、ホームランを代わりする。中村が重ねて、打点を上げた時には、打点をおかわりするなどいう、使われ方をしている。同僚や他球団の選手からは、芸人の三亀に似ていることから、三平とも呼ばれていい。妻は、元タレント、元レースクイーンの村上マリエで、2009年7月22日に第一、第1子、 長男、2011年12月3日に、第二子、次男、2014年6月12日に、第三子、三男を設けている。なお中村は、村上と結婚した後の2008年から2013年まで、試合のなかった2012年を除き、村上の誕生日である9月10日に、本類打を放っている。弟は、社会人野球のクラブチームである、死が、 高島ベースボールクラブに所属しており、2012年の第37回全日本クラブ野球選手権大会では優勝を果たしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。